キチャンネル。こんにちは。さあ広島カープトレードに出してあげた方がいい選手、現状6月21日首位です。はい、ね、一気に、ね、何予想ですか広島。広島私4だったかな。最下位じゃなかった。最下位じゃないか。これ最下位です。よく言えんだ、恥ずかしいです。俺5位ね、まあまあ、4、5、6、はい、うん、全員びっくりです。どうもすいません。すいません。ここまでね、うん、はい、でもここからね、うん、優勝に行くために、はい、何か層を厚くするために動きがあるとするならば、うん、まあ、ないと思うけどね、はい、ないと思うけども、うん、でもやっぱりいい選手は出してあげた方がいいから、うん、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、カープからは、うん、こちらの選手です、はい、中村健。2人いるからね、はい、うん、27歳、うん、ね、うん、まあ、2軍では2割8分ホームラン1本、はい、6打点、1軍では久保堀って言ったところで、うん、聖カネと同期なんだよね、はい、だちょっと競争だから多分球団としては、はい、まあ、もちろん両方だったらいいけど、うん、最低どっちが頑張ってほしいっていうところ で、うん、はい、でそこ聖カネがね勝っちゃったっていうね、うん、あと秋山野間がいて、はい、で最近宇草とかもね、はい、いいところでホームラン打ったりで、あとはね、うん、あの大森ね、あと葉月が14文字に動くっていうね、うん、ところもあるけども、まあ、ちょっともうなかなかチャンスなくなってくるからね。いやちょっとキャラかぶりますもん。そうそう、キャラかぶりだから、ね、まあ、ここは、うん、まあ、環境を変えるっていうのも、はい、まあ、手だよね、うん、正直ね、まあ、次4年目っていうところでね、うん、でカープとしたら、うん、次のドラフトで若い選手を取って、うん、年齢層の幅を広げた方がいいから、うん、そういう選択肢もあるからね、うんうん、足りないところを取ってくるっていうのでも中村はいいかなっていうね、はい、瀬金選手が掴んじゃいましたからね、うん、そうですね、確実にね、うん、はい、そして、続いてこちらです、はい、中村翔征。ダブル中村選びました。わー、いいね、うん、中村翔征も2軍では2割7分ホームラン44本打ってるから。そうなってるんだ。そうそうそう、うん、だから2軍やっぱね、うん、広島の人の評価聞いても、はい、2軍だともう天才的やと、うん、もう能力的には、はい、すごいと、うん、でも、まあ、1軍じゃなかなかっていうところと、うん、まあ、こんなこと言うのもないけど、うん、まあ、土地を変えて、あ、ちょっとこう過ごしやすくする、ね、風水的かな、うん、風水的かなんかかな、うん、はい、ちょっと土地を1回変えて、うん、そこで再チャレンジっていうのも、うん、本人にとったらいいと思うし、うん、このままカープにいても、うん、ひょっとしたら、うん、いいものを発揮できない可能性あるから、うん、いい選手なだけにもったいないよね。そうですね、うん、このまま、ね、広島の地で、うん、ぐだぐだあってもね、仕方ないから、うん、環境を変えてっていうところで一気に花開く可能性あるから、うん、ね、これは何のあれでも、ね、ネガティブでもなくてポジティブにね、はい、俺はワンチャンいいんちゃうかっていうね、うん、でところがあります、はい、続いてピッチャー、はい、あれ常広くんは何やってるんですか。俺の新人王になるっていう、常広くんは先輩としては、先輩、ちょっと俺2軍では投げてるんです、うん、はい、先日でも全然ね、はい、通信とかやろうと思ったらできるようにやってくれるかもしれないしね、うん、はい、よくわかんないけどね、うん、だからちょっとそこら辺があるね、ちょっといざこざしてたね、はい、俺大瀬良森下に次いでいい新人を行こうかなと思ったけどね、うんうん、そうですね、うん、やっぱ先輩が悪すぎたな。そうですね、最弱王ですから。うん、そうやな。え、私ですか、うん、え、どういうことですか。最弱王、最弱王一番取ってたの先生ですよ。静岡のことも知らんからな。青学だってできんでしょ。うん、青学もできんやろ。え、できんじゃないですよ。だって最下位だって。え、何で最下位になりました。青学、青学の、あの半径3キロ以内でき、いやいやいや、だからあの渋谷で行けないじゃないですか。渋谷行けないじゃないですか。だからしかたもうこそもあの表参道もダメだよ。いや、表参道結構好きなお店あるんですよ。ダメだよ、表参道も入るから青学から。私ちゃんと卒業してますから、単位取って。あ、そう、それ言っちゃダメ、赤羽さん。え、そんなこと言っちゃダメ。青学から怒られる。あ、え、私が OB って言っちゃダメなんですか。そ、卒業してるとか言ってたんですそのもうあの蹴られるらしい青学が。ちょっとちょっと、だから半径3キロいないから、お、原宿もギリアウト。ちょっとちょっとこの前にあれじゃない、うん、あれ出てないですかね、うん、あの最弱王やったじゃないですか、もう一つさあえ、ちょっとそれ見てよ見てないかな先にさあ、ちょっとよ、何言ってるか、何言ってるかよく分かんないです皆さん、あの袴田チャンネルね、まだあのありますので、はい、ねえ、
っていうのもあるけども、うん、まあ、トレードに出してあげた方がいいって考えるとこちらの選手いきましょう、はい、そうだ、ね、ちょっとまだ言ってなかったの、うん、はい、高橋光也、あ、ちょっと左チャンスなくなってくるんちゃうかっていうところでね、はい、まあ、ワンチャン環境も変えて勝負していくっていうことを考えると、ちょっと左が最近多すぎるからね、うん、黒原とかもそうだし、滝田君とかも来てるし、長谷部もいるし、はい、で、まあ、あの森浦ね、うん、で森、うん、で玉村ね、最近良くなってきてるからね、はい、うん、いい感じでっていうところになると、まあ、ワンチャンいいんちゃうかっていうね、うん、ところもあるし、なかなか今8年目ですけど一軍でできれてない感じですよね、うん、そうそう、だから環境を変えてっていうね、うん、うん、ところもワンチャン勝負してもいいんちゃうかっていうね、うん、ところと、もう一人います、ピッチャー、はい、松本龍也投手、はい、やっぱあの地域を変えて勝負っていう、ね、あの地域を変えてね、うん、でも、うん、やっぱりリリーフが結構もう固まってきてんねん、カープも、まあね、一時松本も防御率1点台とかでめちゃくちゃ良かった時もあって、あれ1年目かな、良かったですね、うん、だったけども、まあ、今リリーフで言うと栗林ね、うん、島内、そうそうそう、矢崎ね、堀江投手、うんうん、でまたね、ハーンがいいからね、はい、うん、でケムナね、はい、うん、だからそう考えるとなかなかノーチャンスにね、うん、なってくるの、だちょっとチャンスがなくなってきてるからね、はい、まあ、いい選手を取りたいってなってくると、うん、正直ワンチャン出してもっていうところは面白いかもわかんないよね、はい、うん、あと内間とかとのねキャラかぶりになってくるからね、松本ね、だからなかなか厳しいから、まあ松本3年目だからね、うん、ないかもわかんないけども、もしあれだったらワンチャン面白いかなっていうところと、うん、まあもう一人はね高橋ね、まあチャンスちょっとないからね、はい、まあ、チャンスを上げるためにも、だピッチャーちょっとなかなかいないからね、全体的にはこれっていうのがね、はい、うん、斎藤佑太君も出てくるかなと思ったけどね、うん、まあまだもうちょっと ね、かかるかっていうね、うん、だからやっぱりこの中村翔成、中村健人、ね、うん、はワンチャン面白いかなっていうね、はい、ところもあるけどもね、で、うん、でもまあ外国人がね活躍しないから日本人いい形で頑張ってるっていうのもあるけどもね、うんうん、まあっていう感じかな、カープは、はい、そんなだけど、まあ、中村翔成はワンチャン環境を変えても、ね、結果残してていい感じだからね、うんうん、それで良くなる可能性もあるから、はい、まあ、もしいい選手が取れるんだったらワンチャン考えてもいいかなっていうところはあるけどもね、うん、はい、うん、ってところがカープです、はい、カープファンの皆さんどうですか、はい、